いやー、今日は錦糸町にやってきましたが、皆さんこんにちは、スタイリストの大山俊です。今日はですね、皆さんこの背景には見覚えがあるかなと思うんですが、グローバルワークさんの錦糸町店さんにお邪魔をしまして、秋冬の新作ですね、まあ、特に秋物を皆さんにですね、どんどんご紹介したいなと思っていますので、ぜひ楽しんでいただければなと思っています。まあちょっと今年はですね、かなり気温が高くてですね、なかなかこう秋の買い物モードにならない方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ10月に入ってそろそろ本格的にですね、秋物を買いたいという方のためにですね、今日はもう店内ですね、もうリアルに今置いてあるものをですね、どんどん実際に着ながら皆さんに徹底的に解説をしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に皆さんにですね、店内のアイテムをご紹介していきたいなと思ってるんですが、まずは店頭ですね、この入り口の部分にまあこう一押しのアイテムが置いてあるわけなんですが、このあたりですね、まあアーバンスラックスが並んでいますね。もう僕の動画の中でも皆さんご存知のラインナップになるかなと思うんですが、シリーズ累計50万本ということで、まあめちゃくちゃですね、売れているボトムスなんですね。まあ定番はこのようなブラック系ですね。このあたりでまずはスタートしていただいて、その次あたりにですね、このようなダークグレーですね。ダークグレーだと、まあ、ブラックのアウターなんかで合わせてもらってもモノトーンと相性がいいので使いやすいかなと思います。まあ、このあたり入っていただいて、まあ、次の展開としてちょっと秋冬にはですね、こういったコーデュロイ素材のものが出てきてるんですね。見てください。このあたりが、まあ、まさに秋冬っぽい素材感が出てるので、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、このようなコーデュロイの中でも、このうねですね、縦に走るラインが割と細かめになっていますので、上品に見えるのと、あとはですね、シルエットはやっぱりこのアーバンスラックス特有のしっかりと細くて、スマートに見えるようなそういったシルエットになっているので、やぼったさが出ないというところで、これは使い勝手いいんじゃないでしょうかね。色味はですね、このちょっとグレーっぽい色味とですね、あとはブラウン系もありますね。秋冬っぽいこういったブラウンもなかなか雰囲気いいんじゃないのかなと思いますね。このあたりは通常のボトムスともう少しバリエーション出すためにはなかなかバランスがいいかなと思うので、まあ、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。そしてこちらですね、今マネキンにも着てありますが、このアーバンスラックスの素材を使って様々なアイテムに派生していろんなアイテムが生まれているわけなんですね。その中でもまずはジャケットですね。このあたりって僕は実はあんまり着たことがないんですね。後で皆さんにもご紹介しますが、グローバルワークさんって言ったら、僕はこうリングジャケットさんとの協業のサロンドグローバルワークですね、こちらのジャケットを持っているので、まあ、そちらは体験したことあるんですが、アーバンジャケットはあんま着たことないので、ちょっとこの後着てみたいと思います。はい、いろいろと展開ありますね。ネイビーだとか、まあ、このあたりは鉄板ですよね。ビジネスでも使えて、オフでさらりとですね、羽織るにも使い勝手がいいネイビーだとか、あとはこうちょっとモダンな雰囲気でブラックでね、まとめてもらうのもいいと思いますし、あとね、このようなチェック柄もあったりするので、ちょっといろいろありますが、この後試着をしてみたいと思います。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか。これまあ普通に超使いやすそうですね。はい、まあアーバンスラックスの素材感っていうのが、まあ、本当にすごいなと思っていて、上品な質感ですね。そういったところがしっかりと漂いながらも、着心地も軽いしライトなんですよね。それでいてネイビーの色味もすごく使いやすいような深めのネイビーで、これはオンオフ兼用で使いやすそうですね。ちなみに僕が着てるのはこちら S サイズなんですが、まあ、バチッとこうタイトというよりはほんのりゆとりもあるので、これ使いやすそうですね。ちょっとね、僕はもうグローバルワークさんといえば、後でご紹介しますが、サロンドグローバルワークがすごく好きなので、そちらのこうセットアップとかをねよく着てたんですが、このアーバンスラックスとセットアップでできるね、このアーバンジャケットもすごい使いやすそうですね。まずはここから気軽に入っていただくのもいいんじゃないのかなと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいですね。まあ、もちろんカラー展開も豊富で、まあ、ブラックもあって、まあ、このあたりシャープにまとめるのもいいと思いますし、少しチェック柄みたいなものも僕は個人的にはおすすめですね。このような今僕が着てるネイビーよりは少し明るめのカラーになっていて、チェックが入ってるんですけども、本体になじませるようなチェック柄なので、悪目立ちしないというところで、これもね、かなり使い勝手良さそうですね。
まあ、ぜひ、まあ、シンプルなネイビーのジャケットをお持ちの方は、このあたりにずらしてみるのもいいんじゃないのかなと思いますね。あとシャツもあるんですね、これ。すごいな。同じ素材で少しワイド感のあるシャツね。こういうなんだろうな、アーバンスラックスとシャツのセットアップみたいな形で、少しね、こう、ジャケットとは違ったセットアップをするのも、旬な着こなしができるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。あと、これは何なんだろうな。あ、これもいいっすね。ちょっと僕もね、前から気になってたんですが、アーバンジップブルゾンっていうんですかね。まあ、このあたりのライトのアウターも、秋冬もめちゃくちゃ使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、T シャツの上にさらりと着ても様になるし、シャツの上でも相性良さそうですね。まあ、例えば内側にこういったストライプのシャツとかを入れながら使っていただくのもいいかなと思いますね。これもなんか雰囲気良さそうなので試着してみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。これはめちゃくちゃいいですね。ショート丈のブルゾン僕大好きなんですよ。まあ、秋のアウターの中でも T シャツの上にさらりと着るだけで着こなしが成立してしまうのですごく便利なんですね。まあ、秋でも後半になってくると丈の長いですね、ロングコートが着たくなるんですが、まあ、前半から中盤まではスッキリとしたこれぐらいの丈感のものがあると便利かなと思うんですけども、これめちゃくちゃいいですね。まあ、ちょっとこうシンプルなこういったね、ショート丈のブルゾンなんですけど、素材ですね。アーバンスラックスでおなじみの同じ素材感使っているので表面の微光沢も含めて上品だし、ミニマルなんだけども使い勝手めちゃくちゃいいですね。これはいいですね。すごい気に入りました。カラーは今はブラックで合わせて、まあボトムスもね、アーバンスラックスのブラックで合わせればセットアップみたいな形で作れると思います。で、アーバンスラックスの細いもののシルエットで合わせてもらってもいいし、まあ後でご紹介しますけど、アーバンスラックスちょっとゆとりのあるシルエットのものもあるので、まあそういったものを合わせてもらえば、よりですね、こう、今っぽい着こなしに振ることができるかなと思います。ちなみに先ほどのジャケットは、S サイズで来ました。まあ、こういったものはビジネスとかでも使う可能性があるので、まあ、できればジャストサイズからちょいゆるぐらいがいいと思うんですけども、一方で今着てるようなショート丈のブルゾンに関しては少しゆとりを持たせてトレンド感を出してあげてもいいかなと思います。なのでこれは M にしたんですが、まあ、ゆとりはあるんだけども、そんなにこう大胆に大きすぎないので使いやすいと思いますね。まあ、丈もですね、ショートブルゾンと言いながらもそこまで短すぎないんですよ。まあ、これぐらいあると大人の男性でも安心できるかなと思うので、ぜひこちらはチェックしていただきたいなと思いますね。はい。じゃあ続いていってみましょうかね。まあ、こちらにもいろいろとね、カーディガンがあったりだとか、まあ、向こうもそうですね。まあ、まさにこれぐらいの時期ってカーディガンが着たくなるかなと思うんですよね。まあ、ライトのアウターですね。T シャツの上にさらりと着る、バンドカラーとかレギュラーカラーのシャツの上に着るっていうのは、まあ、こういったカーディガンすごくいいと思いますね。まあ、こちらの方は割とこうライトな質感ですかね。こう軽いんですよね。着心地も持った感じも軽いので使い勝手良さそうですね。厚みはですね、そんなに薄すぎない。中肉厚ぐらいで体のラインも拾わないので使い勝手が良さそうですね。まあこちらがですね、リッチライトニットっていうんですかね。すごくバランスのいい仕上がりですね。まあ定番的なブラックもあれば、ちょっとこういったナチュラルカラーに近いような感じですね。真っ白ではなくて少し黄みが上がった感じも。すごく爽やかでいいなと思いますね。この感じもすごくいいし、あとはこっち行ってみましょうかね。こっちもまたニットありますね。メルティ V カーディガンっていうんですかね。まあ、素材がまたこう、ちょっとね、柔らかいというか、ちょっとここにも書いてありますが、とろける着こなしメルティニットってね、このネーミングの付け方がグローバルワークさんって特徴的で、なんかこう、イメージが、想起されるような感じですごく好きなんですけども、これ良さそうですね。持った感じが明らかにこっちの方がなんか触り心地がいいっていうところで、ライトな感じを求めるか、ちょっと柔らかさ、強調良さを求めるかっていうところで分かれるかなと思うんですが、特にこの色見てください。ちょっとこうベージュなんですけども、グレイッシュなところがあって、なんかこの秋冬にぴったりの雰囲気の色合いなので、ちょっとこちらを着てみたいと思います。はい、実際に着てみました。いかがでしょうか？もう間違いない大鉄板ですね。この色が個人的には今回は一押しですね。まあ、ブラックだとか、そのあたりもすごくね、使い勝手もいいんですけども、このカラーはすごく曖昧さがあって、いいカラーに仕上がってるなと思いますね。なんかこう甘
さもあるんだけども、甘すぎないようなグレイ混ざりのベージュというところで、すごくね、個人的にはいいんじゃないのかなと思いますね。僕は結構ブラック系のパンツ履くことが多いので、それに対して白 T 着て、あとこちらのニットで少し上半身は、やや柔らかい感じの色合いでまとめると、コーディネートもしやすいかなと思うんですね。まあきっと僕の動画を見ていただいている方は、僕がご提案したようなアイテム持ってる方も多いと思うんです。ブラック系のパンツ持ってたりだとか、まあ T シャツも白ベースのもの持ってたりするので、それに対してこれ着てもらえば、もう着こなしが簡単に決まるので、これはめちゃくちゃいいんじゃないでしょうかね。一押しはこのカラーですね。あと、意外とこちらの、なんて言ったらいいのかな、ネイビーとかよりももうちょっと明るいこうブルーですね。このあたりも清潔感あって、ちょっとこう差し色っぽく使えるので、このあたりも良さそうですね。まあ、ブラックのパンツとも相性良さそうですし、なんかコーデュロイのパンツとちょっとこうブラウン系ので合わせてもらって、秋っぽさを出すのもいいかなと思うので、このカーディガンの色合いもいいですね。まあ、ぜひですね、もう肌触りがニットっていう感じがあんまりしないかもしれないですね。もうスウェットライクな本当にこう肌触りが良くてチクチク感皆無なので、これは使いやすいと思います。ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。続いてですね、ちょっと気になるものがここら辺にもあるんですけど、そこはあえてスルーをしまして、後ほど触れたいと思います。で、先ほどちょっとお話の中でも出てきましたが、このあたりですよね。アーバンスラックスのクリーンワイドってやつですね。これ僕の動画の中でも実は取り扱っていまして、グレーですかね。このグレー僕私物で持っています。これすごく良くて、アーバンスラックスの、上品な質感を今っぽくワイドな、サイズ感で作っているのがまさにこちらなんですけども、腰回りにタックが入ってるんですね。ですので、ちょっとゆとりを出しつつ、後ろはこういったゴムが入っていて、ウエストの調整もしやすいと。で、一応ですね、もも回りはすごくゆとりはあるんですけど、テーパード軽くかかってるので、ドーンとでかい感じになりすぎないんですね。これが使い勝手がいいんですよ。で、今回は、まあ、アーバンスラックスのね、ベーシックなものもいいんですけども、先ほどのジップのタイプのショートブルゾンありましたよね。それに対して、ちょっとこれぐらいの緩さのあるようなパンツですね。合わせるのもいいかなと思うので、まあ、ぜひですね、ブラック、グレーがね、ちょっともう在庫が怪しいかもしれないですが、店頭だったらまだちょっとあるかも。ってとこですかね。はい、ぜひこのあたりも含めてチェックしていただきたいなと思います。まあ、ちなみに、こちらは素材がですね、秋冬バージョンのタイプも出てくるので、そのあたりも含めて一年中着れるようなラインナップになってくるのかなと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思います。はい。続いてはですね、こっちのゾーンに行ってみましょうか。あ、これがちょっと気になってたんだよな。一ついいなと思うのがあって、これを触れてみましょうか。皆さん、こういったアウターって男性って好きですよね。僕も好きで、なんでしょう、気軽に羽織れてガンガン遊べるということですね。僕も休日は子供と一緒に外で遊んだりするので、まあ、その時に動きやすいのと、あとは急な雨が降ってきたりだとか、天候が悪い時でもですね、使いやすいのが、このようなちょっとスポーティーなブルゾンですね。まあ、グローバルワークさんでは毎シーズンこういったものやってるんですけども、やっぱり年々少しずつアップデートが繰り返されていて、すごくね、このあたりもいいなと思いましたね。なんか丈の長さもやや長いので、なんだろう、オフはもちろんのこと、オンのなんかジャケットの上なんかに、アーバンジャケットの上なんかに着るのもなかなか良さそうだなと思うので、ちょっとね、このベーシックなブラックはイメージがつくんですけど、こっちのカラーですね、グレーなのかな？グレーなんだけど、色味ちょっとグリーンっぽさもあるようないい色なので、ちょっとこちらを羽織ってみたいと思います。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか？もう大鉄板ですね。ちゃんとアップデートされてますね。まあ、このようなグローバルワークさんのような定番的なものをしっかりと抑えているブランドって本当にありがたいなと思っていて、毎年こう素材感だとか、あとはシルエットだとかデザインもアップデートされていくんですね。ですので、このアイテムも改めて使い勝手がいいなと感じています。まあ、スポーツブランドのロゴが入っていないので、割とこう、お仕事の着こなしの中にも取り入れやすいですし、ブランドのロゴがこう、ね、ぶつかって
他者がぶつかると意外となんか合わせづらいっていうのもあったりするので、そういったこともないので、すごく使い勝手のいいアウターになってるかなと思います。まあ、デザインはこうミニマルで使い勝手がいいんですけども、素材感ですね、このツルッとしていて肌触りも良くて、なおかつライト、しかもですね色合いがいいんですね。個人的にはもうブラックじゃなくてこのグレーですよね、これが一押しです。もうブラックはもう鉄板なので、皆さん説明するまでもなくですね、おすすめできるんですが、このちょっとグレーの中でもグリーンがかった感じがすごく都会的で、個人的にはめちゃくちゃ気に入りました。まあ、T シャツの上にサライト着るのもいいし、あとはニットの上に着たりだとか、あとはシャツ上にサライト着るのも意外と良かったりするので、まあ、様々な着こなしも再現できるのかなと思いますね。で、素材なんですけども、こちら防水でしっかりと雨弾いてくれるんですが、湿気ですね。それはちゃんと生地から逃してくれるというところで、まあ、機能的なんですよね。このあたりはアウトドアブランド顔負けのしっかりとした機能性を担保してますし、あと細かい部分なんですが、ここね、見えます？紐がついていて、引っ張るとですね、フードがちょっと調整できるんですね。このあたりの形を引き締めることで、より顔周りの印象を変えられたりもするので、かなり細かいギミックに富んだ素晴らしい仕上がりになってるかなと思います。これで価格が7,920円っていうのはかなり買いやすいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんも秋のですね、外遊び用のアウターとして、また通勤の際に着るですね、アウターとして使っていただければなと思っています。はい、続いてですね、こちらのゾーンに行ってみましょうかね。まあ、秋らしい寝るシャツとかね、素材感のもの出てきています。このあたりもね、一枚加えてあげるといいですよね。いろんなバリエーションがあって、このあたりのちょっとね、深めのグレーですかね。まあ、ブラックからグレーぐらいの色味ですかね。なかなか上品でいいし、一枚あると便利かなと思いますし、あとは定番のですね、アーバンスラックスのこのウォームタイプですね。もうね、秋冬になったらこっちに履き替えちゃうという方も多いかなと思うんですね。僕はですね、結構通常のタイプのものを一年中履いちゃいたいと思う方なんですけども、意外とですね、こういうような暖かいタイプを一度履いてみると、考えを改めた方がいいなって感じるわけですね。まあそれぐらい、まあ実際に違いがすごいんですよ。特に、まあ12月超えて、まあ1月以降はめちゃくちゃ寒いので、このようなボトムスが、まあ、バリエーションとして持っておくとすごく便利なのかなと思いますね。もう大鉄板ですね。そしてこのあたりの、まあ、ライトクッションですね。なんか話しながら思ったんですけども、いろんなもう鉄板のラインナップが揃ってますよね。このあたりも何年前でしょうかね。僕の動画初期の頃からお勧めしている、まあこのね、パーカーなんだけども、こうライトな質感で、しかもミニマル、あんまりこうポケットとかもですね、カンガルーポケット、ドーンみたいな感じじゃなくて、なるべくですね、この縫い目に合わせてポケットつけたりだとか、このあたりの雰囲気が紐もないし、大人っぽく見えるので使いやすいんですが、このような大定番のアイテムもあったりします。はい。そしてですね、こちらに移動してくると、まあ、トップスなんですが、やはり欠かせないのはですね、これからの季節はニットじゃないですかね。ニットはもう間違いなく大人の着こなしのベースになる。秋冬は鉄板のアイテムですね。これも先ほどと同じくですね、メルティーニットですね。もうメルティーと聞いたらチョコレートか、もしくは僕ら世代はですね、聞いてわかるかな？シャズナですよね。わかった方はコメント欄で、僕の気持ちを察していただければなと思っています。はい。このあたりもぜひですね、着てみたいなと思いますので、まあ、ちょっとカラーがいろいろあって難しいですが、グレーとベージュ、ちょっとこうブラウンっぽいものとブルー。これね、何色かあったら、大体外れがあるっていう僕の中の認識はあるんですけど、どれもいいんですよ。なので、ちょっと難しいですが、どれを着るのか皆さんも楽しみしながらお待ちいただければと思います。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか。まあ、ちょっとね、このあたりはカラー展開いろいろあるんですが、ちょっとね、このベージュですかね。色味がすごく柔らかくて、上品で、使いやすいなと思ったので、今回こちらを着てみました。まあ、ニットなんですけども、やっぱ肌触りが圧倒的にいいんですよね。やっぱりどんなにかっこいいものでも、気に入ったものでも、着心地が悪いものって、ついつい着なくなっちゃうので、そのあたり男性、シビアな方多いと思うんですけど、これはかなり着心地がいいので、楽に着ちゃえるアイテムかなと思います。で、首元の空きなんかもですね、ちょうど良くて、
詰まりすぎてると苦しいし、かといって飽きすぎてるとちょっとだらしない感じがしてしまうんですが、まあ、下に白 T 着ても少し覗くぐらいのバランスで非常に使い勝手がいいです。このあたりのね、幅もリブの幅もちょうどバランスもいいし、個人的にはこういったところもすごくいいなと思いますね。で、裾もですね、このようにちょっとスリットが入っていて、少しね、なんかカットソーっぽい感じの雰囲気もあるので、すごくバランスがいいなと思いますね。これは使い勝手いいんじゃないでしょうか。まあ、これをベースにしながら上いろいろと着れると思います。ジャケットを着てもいいし、先ほどのジップブルゾン着てもいいし、スポーティーなブルゾンタイプを着てもいいし、すべての着こなしのベースになるような夏の T シャツから、今度はこちらの秋冬のニットということで、これは使い勝手がいいかなと思います。まずは一色このベージュとかね、綺麗な色を買った後は少しこういったブルーなんかもいいと思いますね。ネイビー系のアウターと合わせると、このようなブルー系のニット相性が良かったりするので、そのあたりでコーディネートしてもらってもいいかなと思いますね。なんか 1,2 色あってもいいかなと思うような、すごく名作なニットだと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いてそのまま横にですね、スライドしていって、まあ、このあたりは小物ですね。こういった、まあ、トートバッグとかですね、まあ、すごく一個あると便利なアイテムで、僕もですね、常にレザー系のトートバッグとか、こういった上品に見えるバッグを持ってるんですが、もう本当にね、もうグローバルワークさんでは定番でやっているのが、このあたりのラインですね。しっかりと収納量が確保できて、まあ、PC もね、結構大きめのものも入るし、気軽に持ち運びもしやすいですね。持ち手の部分がブラウンで、本体ブラックっていうね、このアクセントもすごく効いていていいかなと思いますし、このようなグレーの感じですね。これもなかなか上品じゃないですか。個人的にはこの色はいいと思いますね。まあ、ブラックとかは結構定番的なので、皆さんもお持ちかなと思うので、ちょっと持ち手の色を変えてみるだとか、あとはちょっとグレーみたいな色味ですね。うん、このあたりもなんかまろやかな色合いで、すごくバランスがいいんじゃないのかなと思いますね。で、価格が4510円。まあ、バッグはこれぐらいで買えるっていうのは、すごく使い勝手がいいですよね。まあ、このあたりも要チェックですし、あとはもう少し、この通勤で使えそうなところで言うと、これぐらいのサイズ感で、なおかつディティールもですね、さらに大人っぽく仕上がってるので、このあたりもいいですね。かなりね、内側の作りも書類だとか、あとは PC もしっかりと入るようなね、ケースもあるということで、まあ、このあたりの機能性も含めて使い勝手がいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っております。はい、続いてラストですね。まあ、ここは僕の中では触れないわけにはいかないなという項目なんですが、サロンのグローバルワークですね。こちら展開があるので、ちょっと見たいなと思います。もうリングジャケットのね、僕はスーツだとかジャケットは本当にプライベートでも何度も購入をしてきていまして、その流れから今度はグローバルワークさんで気軽にね、こう買えるということで、まあすごくこれまでも押してきたんですが、相変わらず展開がですね、魅力的なものが多いので、これもちょっと触れていきたいなと思うんですね。結構ですね、ジャケットとかパンツ、このあたり組み合わせで使うという意味では、すごく使い勝手がいいと思うんですね。先ほどのアーバンジャケットとの比べて、比較で言うと、やはりですね、このラペルですね、襟周りがしっかりと幅もありまして、ちょっとクラシカルな雰囲気があるというところですね。あとはウエストもしっかりと絞ってあって、よりスーツで綺麗に着れるというところも使い勝手のいい項目かなと思います。本当にね、リングジャケットのジャケットいっぱい着てきましたが、ディティールとか細かい部分もかなり再現性綺麗に表現されているので、これは本当にいいです。プライベートでも一着ネイビー持ってるんですけども、このダークグレーなんかもすごくいいなと思いますね。他にはですね、これ、一応ベストなんかもあるんですね。もう3ピースで着こなせるような感じになっているので、クラシカルなスタイルも作りやすいですよね。あとはやっぱりこうシャツですよね。この内側に入れるようなボタンダウンのデニムシャツもすごいよくできてるんですよ。このあたりもプライベートで使っていただいてもいいかなと思いますし、まあ、ボタンダウンなんですけども、これだったらあえてこうニットタイみたいなものを締めてあげてっていう感じもバランス良かったりするので、すごく使いやすいです。このシャツ隠れた名作だと思いますね。あとはですね、こちらの方行くとコーデュロイの素材感のものとかも出てきていまして、これから秋冬の展開もなかなか楽しみですね。まあ、せっかくですね、プレスルームにお邪魔するとどうしてもサイズ感が僕には大きいものが多いんですけど、店舗だともうジャストサイズも見つかるので、この後実際にサロンドグローバルワーク着てみたいと思います。はい、ということで最後実際に着てみましたがいかがでしょうか。これはですね、もう着てみて
すごいいいなと実感しましたね。あの、物として単品で置いてある状態と実際に着た状態、ここが違いが大きく出るなっていうものって時々あるんですね。それが、これはすごくいい意味で大きな違いが現れるなと思っていて、実際に袖を通すことで、まあ、立体的に見えてくるんですが、まあやっぱりリングジャケットのこのシルエットですね、非常に綺麗なラインが出ていて、個人的にも久々にこの綺麗なジャケット着たなっていう感じでテンションが上がっています。で、襟幅がしっかりとあって、ウエストですね、第2ボタン閉めた時のちゃんとこうくびれの感じも出てですね、綺麗に着ていただけるんですね。そして、まあこのボタンは3つボタンなんですよね。3つボタンなんですが、一番上のボタンがこう見えないように段階になっている。だけども、この段階のおかげでこのラペルがふわりとですね、立体的に見えるというところも非常に仕上がりがいいなと思います。で、素材はですね、アーバンスラックスでおなじみのですね、 TR 素材使っているんですけども、このあたりとのね、ハマりがすごくいいですよね。ダークグレーの上品で滑らかな質感が本当にチープに見えないんですよね。本家のリングジャケットも僕は着ていましたが、そちらと比べても本当にですね、気分が上がるような一着に仕上がってるなと思いますね。これはいいんじゃないでしょうか。なんかネイビーは僕も実はこのね、サロンのグローバルワークのセットアップ持っていて、これはこれで使いやすいんですけども、ちょっと大人見えする上品なダークグレーですね。これは失敗するとおじさんっぽく見えるかなと思ったんですが、深みがあってすごくいい色なので、全くそんな感じには見えないですね。グレー欲しいです。で、内側にはですね、これニットポロですね。なんか今回はダークグレー合わせたので、内側は少しこうモダンなニットポロで、色ブラックにすることでモノトーンでまとめてみましたが、いかがでしょうか。まあ、ちょっとね、このようなビジネスカジュアルみたいなところもできると人との違いが出やすいかなと思うんですね。まあ、ニットポロも春夏だけではなくて長袖バージョンなんですね。こういったもので、まあ、季節を超えてこれから冬場も着てもらうとですね、こういったセットアップの内側にはすごくいいんじゃないのかなと思います。で、ボトムスなんですが、タック入りですね。しっかりとここにタックが入っていて、腰周りにゆとりはあるんだけども、膝から下テーパードも効いている美しいシルエットになっています。で、裾幅もですね、最初からダブルにしてあって、これ結構太めにとってあるんですね。まあ、リングジャケットさんらしいですね、裾幅の太さだなと思っていて、こういったところにはクラシックさもあるんだけど、シルエットはちゃんとこう太いという感じよりは適度にメリハリの効いているようなバランスになっていて、もう完璧ですね。このセットアップ、ダークグレーはちょっと持ってなかったので、これは欲しいなと思いました。まあ、ぜひ皆さんですね、サロンのグローバルワークはあらゆるスーツ系のものを見てきましたが、この価格帯で買えるっていう中ではもう最強だなと思っているので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。今回はですね、グローバルワークさんの錦糸町店にですね、お邪魔しまして、秋の新作の中で大人の男性にお勧めできるものですね、徹底的にですね、ご紹介させていただきました。まあ、相変わらずですね、使いやすいアイテムが非常に多くて、まあ、いろいろと今回は試着しましたね。まあ、ジャケットだとかパンツもですね、アーバンスラックスがあったりだとか、カーディガン、ニットあって、まあね、ちょっとこうスポーティーなアウターなんかもありましたし、ぜひ皆さんもですね、秋の着こなしを楽しむために、まあ、グローバルワークのね、店内改めて来て楽しんでいただきたいなと思います。もちろんカジュアルが強いのは、まあ、実感はしていましたが、それだけではなくて、サロンのグローバルワークもね、ちょっとこうお店の中で展開されているのも今回は新鮮で非常に楽しかったですね。まあ、この価格帯でこのビジネスカジュアルまでしっかりと作れるっていうところはすごく安心感があると思いますし、このクオリティでっていう驚きもあるので、まあ、ぜひそちらも合わせてチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、商品の詳細に関してはこちらの動画の下の概要欄にまとめておきますので、そちらの方からチェックしていただくか、または店舗でですね、いろいろと実際に試着をしながら楽しんでいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。